こんにちは、大宮です。今日はグランドセイコーヘリテージコレクション SPGH343 を紹介していこうと思います。グランドセイコーの傑作モデルとして名高い 62GS を現代的解釈によってアレンジした新作で、桜若葉のみずみずしさを表情に宿した個性的なライトグリーンカラーのダイヤルはもちろん、高精度なハイビートムーブメントやブライトチタン製ケースの心地よい装着感も魅力的です。今回の動画でははじめにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、時計の裏側、ベルトの解説、最後に実物に触れてみた感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残してもらえると嬉しいです。時計の前にまずはウォッチボックスをご紹介します。グランドセイコーの象徴であるブルーの外箱にシルバーに輝くブランドロゴが控えめに刻まれています。箱を開けるとその内部にはブルーのウォッチポーチが静かに佇んでおり、これは旅行などの際に活躍するコンパクトなサイズで、時計を安全に持ち運ぶことができるでしょう。ウォッチポーチの隣には保証カードなどが収められています。取扱説明書はペーパーレス化の一環として QR コードからご覧いただけます。このパッケージングはグランドセイコーの高い品質とプレミアム感を象徴し、製品に対する信頼と誇りを感じさせてくれます。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはグランドセイコーヘリテージコレクション SPGH343 です。ヘリテージコレクションはセイコースタイルを確立した 44GS をはじめ、発展を続ける製造技術や匠の技とともに、グランドセイコーの伝統に新しい命を吹き込んだ珠玉のモデルから構成されるコレクションです。グランドセイコーの中でもバランスの取れた王道デザインの人気モデルが展開されています。今回紹介するのは、1967年にグランドセイコーとして初めて自動巻き機械式ムーブメントを搭載し、現代に至るまで継承されているブランド哲学、実用性の進化を体現した傑作モデル 62GS を現代的解釈によってアレンジしたモデルです。文字盤にはグランドセイコーのブランド哲学であるザ・ネイチャー・オブ・タイムに基づいて二十四節気で表現される季節感が反映されています。日本では古来より1年を24に区切ることで細かい季節の移り変わりを実感し、日々の暮らしに季節の移ろいを取り入れてきました。春の頃に芽吹く桜の若葉をイメージしたこちらのモデルは、薄桃色の桜の花びらの合間で日の光を透かして光る若葉のみずみずしさをダイヤルに表現し、ドラマチックな表情で腕元を彩ります。それではまずケースについて見ていきましょう。ケース径 38mm の程よいサイズ感に加えて、ケース素材にステンレスよりもおよそ 30% 軽いブライトチタンを採用することで心地よい装着感を実現しています。時計の重量は 98g と 100g を切る軽さに抑えられています。従来のチタンでは望めなかったブライトチタンの光沢はグランドセイコー独自の技術力の賜物です。ケースデザインはグランドセイコー初のメカニカルモデル 62GS を規範としたもので、ベゼルのない構造によって広々と見えるダイヤルやザラつ研磨によって実現したシャープな多面体からなる印象的なデザインといった特徴を生かしつつ現代的にアレンジしています。シャープなベゼル形状が硬質な印象で、平面と平面が接する稜線を研磨によってくっきり浮かび上がらせるセイコースタイルの美しさは、職人によるザラつ研磨があって初めて可能になったものです。研磨の際に使用する研磨材もブライトチタンに合わせて配合されたものを使用するなど、徹底したこだわりのもと行われています。ケースサイド、ガラス縁上面、ラグの上面をはじめとするパーツにはヘアライン仕上げを施し、全体的に落ち着いた趣を与えながら表面を部分的に入れることで美しいエッジが際立ち、シャープな印象に仕上がっています。表面の仕上げが面によって巧みに使い分けることで立体感もより一層強調されています。またラグの幅を広くすることで横方向のぐらつきを抑え、より腕にフィットする装着性を実現するなど、装着感や実用性にもこだわったケースデザインです。3次位置にあるリューズはケースに半ば埋め込まれた形状となっていて、流れるようなサイドラインとの自然な一体感があります。
リューズには指掛かりを良くするための細かな装飾が施され、トップに浮き彫りにされたグランドセイコーのロゴが高級感を醸し出しています。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。ライトグリーンのダイヤルは二十四節気の一つである春の生命の頃に芽吹く桜の若葉をイメージしたものです。春から初夏に移りゆく頃、清らかな空の下で芽吹く桜の若葉、散りゆく花々の間に見せる若葉のみずみずしいその姿をイメージし、繊細な型打ち模様とライトグリーンで再現しました。美しく移り変わる情景の束の間の時を切り取ったダイヤルです。インデックスや針、ロゴなど全ての要素をシルバーカラーで統一することで、ライトグリーンの爽やかな印象がより一層強調されています。インデックスと自噴針には多面的なファセットカットが施され、光を受けた時にしっかりと輝くように磨き抜かれています。蓄光塗料は塗られていないものの、薄暗がり程度であってもわずかな光源があれば時刻を読み取ることができるでしょう。セイコースタイルにのっとり、12インチインデックスのみ他の2倍の太さがあり、中央には溝がつけられています。31インチにはインデックスの代わりに長方形の日付表示窓が備わっています。枠はインデックスと同じシルバーカラーで、高級感を損なわない立体感のあるデザインです。白い背景に黒い数字というコントラストのはっきりとした配色のため、日付も読みやすいです。まっすぐに伸びた秒針は文字盤外周のスケールまで到達しています。インナーベゼルに傾斜がついているため、細かい秒まで読み取りやすく、また文字盤がより広く感じられます。12インチにあるのは2017年のグランドセイコー独立ブランド化に伴って新しく配置となったブランドロゴです。61インチにはオートマティック、ハイビート、3万6000の文字が文字盤の色味や質感を邪魔しないくらいの控えめなサイズ感であしらわれています。次は時計の裏側を見てみましょう。時計の裏側はサファイアガラス越しにムーブメントの動きを眺められるシースルーバック仕様となっております。搭載されているムーブメントは自動巻きムーブメント、メカニカルハイビート、36000、キャリバー QS85 です。機械式時計の精度を司るテンプが1秒間に10回振動し、これを1時間に換算すると3万6000回になるため、ハイビート3万6000の呼称が付けられています。テンプの振動数が多いほど外乱の影響を受けにくいため、より安定した精度を得ることが可能になります。グランドセイコーは1968年に最初の10振動ムーブメント搭載モデルを発表しています。2009年に生まれたこの QS85 はその単なる復活ではなく、パーツの素材や形状、製造技術において様々な革新がなされました。半導体の製造技術を応用した MEMS 技術を用いてパーツ精度を上げ、雁木車の前に雁木中間車をかませることで輪列にかかる負荷を分散させるなど、構造そのものも改良しています。ヒギゼンマイには従来の素材に比べて耐衝撃性、耐磁性を高めるためにスプロン610を採用。十振動ムーブメントは振動数が多い分動力を多く必要とするため、大きなトルクを確保できるよう動力ゼンマイも刷新されました。実に6年もの歳月をかけて開発された動力ゼンマイの素材にはスプロン530が採用され、高い耐久性だけでなく持続時間をおよそ5時間向上させることに成功。ハイビートでありながらおよそ55時間のパワーリザーブを実現しています。また完成したムーブメントはコスク認定を上回るほどの基準を設定した独自の GS 規格に基づいた15日間にわたる試験が行われ、品質を保っています。性能はもちろん、見た目の仕上げにも徹底的にこだわって作られたムーブメントです。山の稜線を思わせる美しい曲線でかたどられたローターにはグランドセイコーのロゴが彫り込まれ、受けへとつながるように一体感のあるストライプ装飾が施されています。ジータには真珠を思わせるペルナージ装飾が施され、金色のテンプの動きを引き立てています。ムラのない均一な模様はグランドセイコーの加工技術が高度であることの証です。続いてベルトについて見ていきましょう。ベルトはケースと同じブライトチタン製の3連メタルブレスレットがラグからほとんど隙間なくつながっています。ケースとの一体感が強く、機能的でクラシカルな印象のスーツなどフォーマルな服装と相性のいい見た目です。ケース本体と同じように
金属の持ち味を生かした筋目と鏡面仕上げの質感の違いが美しい輝きのコンビネーションを生み出しています。中央のコマに多めに取り入れられた鏡面仕上げの輝きが手首を華やかに彩ってくれます。グランドセイコーの3列ブレスレットはコマを特殊なピンではめ殺しにしているため、中央のコマがフレキシブルに動き、ブレスレットが腕にしなやかに巻きついてくれます。また側面に穴がないので見た目にも美しいです。防水性能は10気圧防水で、日常生活用強化防水となっております。今回のグランドセイコーヘリテージコレクション SPGH343 の感想ですが、これは実際に触れてみるととても魅力にあふれた時計だと感じました。特にグリーンダイヤルは日本の自然からインスピレーションを得た色合いで、繊細な美しさと落ち着きを兼ね備えています。このダイヤルカラーは春の若葉や苔のような自然の色彩を反映しており、時間の経過とともに変化する自然の姿をうまく表現しているように思います。既存の62GS は 40mm 中心のラインナップだったので、サイズダウンした 38mm のケースは差別化され、多くの方にとって非常に使いやすいのではないでしょうか。この小ぶりなサイズは腕への収まりが良く、シャツの袖口にもスムーズに収まるため、ビジネスシーンでも活躍することが期待できますね。そしてブライトチタン特有の軽さがこの時計の快適な着け心地をさらに向上させています。総じて SPGH343 はその美しいグリーンダイヤルと快適で軽やかな着け心地で、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍してくれるでしょう。お取り扱い店舗はグランドセイコーサロン大宮、和歌山本店、グランドセイコーマスターショップ大宮、京都店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。またこちらのモデルの保証期間は5年間となっております。保証期間内に取扱説明書に沿った正常なご使用状態で、万一不具合が生じた場合には保証規定により無料で修理調整いたします。ということで、今回はグランドセイコーヘリテージコレクション SPGH343 についてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。